小野八幡神社、小野天満宮鳥居あた神社は、岐阜県郡上市に鎮座する、郡上八幡の地名の由来となった神社である。旧社格は豪社。地名より、小野八幡神社と称され、また、天満宮も祀っていることから、小野天満宮とも呼ばれる。毎年4月第3度日曜日の春祭りでは、騎士、博士神社、日吉神社と共に、大見和学共演が行われる。 社殿によると、鎌倉時代初期、純徳天皇の初夢に、都から北東の地で、人畜に危害をもたらすわしがいる。これを退治しなさい。との霊文があり、直ちに藤原頼朝を派遣したところ、身の国厚み軍の長良川にたどり着いた、イタもつが、川上より、八万の文字が浮かび上がったわしの羽を見つけ、この羽を持って上流へ向かい、 和紙が竹にてその和紙を退治し、長良川で見つけた八万の羽を大多つが岩の間に差し込み、村人に祭るように伝えたのが始まりといい、また上級二年に八和田大臣を誕生したものとも伝える。総建寺の社殿は現在の九条八万条の位置であったが、永禄二年遠藤盛和が九条八万条を築城の際、現在地に潜座し、 以後同士や歴代愚上藩主の推計を受けた。一社岐阜県指定重要無形民族文化財。ありがとうございます。